どうも、大の字です。うーん、たい大の字中学校、うーん、たい。はびきさんです。はい、ゆうにゃんです。はい、今日はスノーマンハローハローの MV を見ようでございます。7月14日といえば大津さんの誕生日が7月13日ですから。そう、まさに誕生日リリースのシングル。そうだ、フラゲビだ。ハローハロー、ハローハローで、資料になってますと、ラウールさん主演の映画、うん、ハニーレモンソーダの主題歌となってまして、スノーマンのデビューしてから初のポップなラブソング。おお、嫌な予感するな。俺があんま好きじゃないやつじゃないか。なんかね、ポップラブソングが、そうそうそう、まあ甘酸っぱさっていう、わなびしか見えないやつね。平成ジャンプでもさ、おいおいって、俺知ってんだぞお前が狼青年だったってさ。スノーマンもやっぱバキバキのダンスで見せてきた中、そうそうそう、ね、このタイミングで、ストーンズもそういう曲あったよね、映画の主題歌で、はい、あれ発注元から来てんのか。映画になるとやっぱそうなんじゃない、みんなやっぱファンが欲しがってんのかな。それとも3、4枚目ぐらいから、そっち路線も欲しいんですわ、うん、みたいなこと言うから、ちょっとキュンキュン路線というか、まあ嵐もやっぱラブソースイーツだもんね。だってやっぱちょっと代表曲の、ああそっか、あれ突然来たもんね、あの路線。はいはいはい、やっぱだから残るんだよなその曲。愛されるんだろうね、でもそういう方が。分かる分かるよ。ただ、うん、やっぱ俺としてはスノーマンがそれやっちゃっていいんですかっていう、ごめんねファンの方。そうそうそう、ちょっとね違う感じ。大谷ってそういうとこあるよ。すいません。いやでも分かるでしょ。いや分かる分かる分かる。スノーマンのダンス見たかったから、うん、もうちょいさちょっとこうコアな感じのやつ。そうそう、爽やかな、うん、ほら一人ずつこうやって歌っていく爽やかなやつでしょ、うんうん、MV 見て、ね、コメント困るやつなんです正直。まあ可愛いっていうのは、そうそう、ちょっとね。じゃあ見ようか。じゃあ見ます、黄色とかオレンジとかビタミンカラーをまとうっていう、はい、なんか爽やかそうだな。時代もちょっと80年代っぽい感じだね。なんかね、だからちょっとファンシー感が出てる。はいはいはい。もうちょっとストリームする。ちょっと音上げてもらっていいですか。でもちゃんとダンスしてるね。ね、ダンスはすごい、しっかりダンスというか四つ打ちのね。行ったってダンスミュージックなんだね。やっぱね。おお、面白いね。今の入り方気持ちいいね。やっぱ少年隊見てから見るとちゃんと舞台感があるんだよね。確かに確かに。80年代っぽいですね、これ。だからちょっとほら、BTS のダイナマイトとかもそうだけどさ、それの歌物って感じだね。うんうんうん、はぁー、出たー、はい、ジャニーズマナー。あー、もうまたやられちゃったよ。アーハの PV 見てる。確かに、80年代っぽいね。80年代っぽいのね、あのアニメと一緒にシンクロする。いや、曲いいもんだってこれ。あれ思ってたのと全然違う。ちょっと違う。ちょっといいぞ。めっちゃダンスミュージックだった。ダンスミュージックだよ。ちょっといいぞこの曲。歌ダンスのミュージックだってやば。へえ。ちょっと悔しいよね。こういうの歌うなよってさ。そう来たかってなっちゃうね。トラックすげえ音とかいいよ。でもさ、まあ、ちょっと後で言うわ。
うん、おお。さて、はい、これね、こういう系ね、俺、うん、すっごいちょっと語弊があったらごめんね、はい、感想ね、はい、ちょっとジャニーズ事務所舞台を中心にやってきたそのスノーマンから現在の男性地下アイドルへの返答みたいな、なんかこういうポップス四つ打ちでさ、うんうんうん、このぐらいのビート感とかでさ、はい、このメロディーの感じ、はい、ファルセットちょっとある感じとか、うんうん、今男性地下アイドルすごいじゃん、多いよね、ライブめっちゃやって特典会めっちゃやるみたいな、はい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 、ライブハウスそれで救われたみたいな、うんうんうん、ああいう人たちが歌う曲にめっちゃあるんだよ、こういうタイプの曲、なるほどなるほど、四つ打ちそれをあえてスキルのある連中がやったって感じでしてなるほど。いやだからダンスとかやっぱりすごく、うん、すごいね、ジャニーズの様式美のあのブレイクが入る前のあの感じとか、うん、やるやつとかね、やっぱりちょっとレベルの違いを感じるっていうか、まあ、うん、やっぱりこの人たち人に見られるところでパフォーマンスしてきた人なんだなっていう、イケメンだからまず君近いのにやらないみたいな、うん、そういう感じで、そのレベルじゃない感じで、ね、まず顧客とそのコミュニティの中でビジネスが今成立しちゃってる時代だから、はい、うん、それに対しては別に何ともない、俺そこから素晴らしいポップソング生まれたりするからね、うんうん、だけどそれに対してプロが返答したみたいなお前らやってるのこういうのだろすげえ分かりやすいいや、あ、じゃあ俺たちなりにちょっとやってみるわ、うん、みたいな、こんな感じにポキポキってポキポキってスノーマンあーだから俺好きなやつだよあれこういうのだろ舐めてた相手が実はすごかったやつ、そう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 、大好き、舐めてた、舐めてたパターンね、それがパフォーマンスやっぱり見てて、こう後ろから4人がこうかぶさってくる、はいはいはい、超舞台っぽい、うんうん、空間のね、そう、奥行きの使い方とかすごいよね、やっぱこの人数だからっていう成立するだろうけど、やっぱちゃんとこう空間の奥行きを使ってるよね、でちょっとそこはあとなくやっぱでもこういうタイプの曲が今必要な、コロナ禍が2年あって、うんうんうん、BTS がダイナマイトみたいな、はい、BTS らしくない曲じゃん、うんうん、ちょっと陽気な80年代ディスコでさ、ね、うん、何やろうって言ったけど、やっぱあれコロナ禍だからだよね、なるほど、でもあれは時代がああいう曲作らせたみたいなとこあって、うん、なんかスノーマンもすごくこうダンス自体のこうシンクロのやつでさ、はいはい、すごかった人じゃん、うんうん、やっぱりそれ何回も見てたし、やっぱあれ舞台人がずっと積み上がったものもさ、うんうんうん、はい、じゃあ見せましょうかみたいなポキポキですよわってやって、あんだけの再生数だったところで映画の主題歌って発注物で、じゃあ今地下の子たちがやってるようなこういう感じのポップな軽快な人が明るくなるラブソング、キャーキャー言えるようなやつやっちゃいましょうかってポキポキそうは言ってもできないでしょ、もう大丈夫ですよって、できるんですかっていうクオとかプロフェッショナル感を、すごい芸のあるやつのやつ感がすごい出てる、そういう意味では本当そこが見えないんだろうね、やっぱ、いやだからこのグループやっぱりキャリア積んでますよ、そうだね、劇場番長なんだ、赤字が違う、ね、違うから、そこはもうスケールが違うなっていうのが僕の最初の感想ですかね、それこそ大谷でやっぱさっきのね、やっぱみんなのこのちょっとこの手先まで出てるような、いやでもだから舞台人なんですよ、舞台人のこの、はい、いや僕はもうこの路線で絶対スノーマン行くべきやなっていう、そういうのもそうだし、目力とか、うん、だからなんかこういうニーズとかファンの皆さんも一緒に楽しめるじゃん、うん、SNS 使ってこの曲をこう拡散していこうという、はいはいはい、こうなんかハッシュタグをつけてなんか書くみたいなやってるんだって、うんうんうん、非常にちょっとこう K-POP 感ありますね、はいはい、韓国のポップスのことよくやるから そことかすっごく俺いいと思う、うん、だけどこれ見たらなおさらスノーマンの限界値ってどんなんだよね、ちょっと見てみたい、見たいよね、要するにこのリストバンド、あの鉛のリストバンドが撮ってほしいドサッドサッ、じゃあこの曲ではつけてたけど撮りましょうかってドサッ、持ってない他のつけてたのかっていう、いやマジでマジでそれだよ、だから今までこんな仮説つけてたの俺が見えない、全然動きが見えないみたいなやつがやっぱ見てみたスノーマンの限界みたいな、限界ね、みんなの心のそういう力とか、なんてかっていうと俺が今少年隊にハマってる、はい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 、少年隊の ABC のパフォーマンスとか見た時に、うんうん、この一曲の中にどんだけの体力と、うん、情報量と、ね、情報量と音楽とその
ポップの全てが入ってんだみたいな、うん、マイケル・ジャクソンのステージに近い、はい、実は俺ね、スノーマンはやると思うよ。だったら1回見たい、そこの本気をね、3分50秒ひたすら踊って息切れしないみたいな。うわ、見たいなぁ。なんだろう、やっぱ少年隊が操作しちゃったのよ。そこだからそのリストバンド取ったでしょ。じゃあやりましょうか。もちろん分かるです。このね、このミュージックビデオのこの作りの雰囲気も分かるし、いや、これ分かる。この時代に沿ってるし、映画の主題歌として。そう。そう。だから、要は、スノーマンが降りてきてくれたって感じ。うん、やりましょうって。こういうのでしょ。ファンの皆さん求めてますよねっていう。一緒に現象を作りましょう。このアプローチ全然大作、うん。クライアントも喜びますから。ただ今俺、少年隊見てるから。そのリストバンドを取ってみんなやってみんな動きってたんさ。いや、これほんとごめん、ファンの方ほんとにごめんね。ちょっと例えがすごい良くないかもしれないけど、好きな AV でね、女優さんが素人の人とかに何か見て、最後だけ男優さんなんですよ実は、はいはい、で隠してるんですよ、素人っていう体で、はいはい、男優がプロの技見せるわけ。いや、わかります。あれがすごいですよ。だからプロフェッショナルの部分が最初ちょっと素人っぽさ出すんですよ。ちょっと僕できないなと言いながら始まった瞬間に、うん、おるやんみたいな。だからもうやっぱ連続して見てますから、そ、ね、はい、その前の素人さんの時と違う、素人さんの時は女優さんがすごいなと思ったんですけど、はい、あ、やっぱプロの男優さんすげえんだっていう、それがね、見たいっていうか、スノーマンのこのクロート感、はい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 、これわかるかな。これ多分見てる女子はピンとこないと思うんですけど、男性に向けていきますけど、でも、スノーマンのみんなのスキルでっていうことだよね。だってこれも違う振り付けの動画、うん、違う、これは多分これだと俺ダンス見てよ、やっぱすごいエグいよステップと、ね、ほら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 、スノーマンダンスエグいよ、違うダンスバージョンだ。うわ、めっちゃかっこいいやん、ほら。だから俺はこの感じで、うん、3分30秒。みんなの限界が見たい。しかも生歌で。あれだよ、だからボイスチェンジャーとかしないよ。はいはいはい、生歌で3分50秒。やってほしい、スノーマン。でも、スノーマンが過去のそういう少年隊の曲だった。いや、俺やばいよ。そんなのやって。そういうのを、やばい、それ。ね、やるリミックスなのか、泣いちゃうと思う俺。そんなのだったらもう好きなものと好きなものが一緒になってる。いやいや、でもそこにヤジの歴史を見るから。そうそうそう、あの脈々と語り継いできたジャニーズエンターテインメントの現場に今先にスノーマンとストーンズとか、はい、セクシーゾーンがいるってことを立証するパフォーマンスをどうすか、会議出してくれます。ちょっと見たいな。やらないと。それは見たいよ。でもちょっとそういうことに多分なっていくことが、いや俺その取り返せるわけでしょ、少年隊今見れないわけだから、俺見れないから間に合わないわけだ。そうだからみんなのバージョンでね見たいもん。そうもう野茂英雄の現役見れないわけよ俺ら、我々は。でも大谷翔平は見れるわけだからさ、ちょっと見に行きたい、チケット買って。男性のみの日とか作ってくんないかな。ああ、なるほどね。チケットとかやっぱ取れないからさ。取れないからさ、そこは本当に。そう。やっぱそこはさ。ちょっと男性はもう増えてるってことだし。そう。1日ぐらい ね、うん。まあ10日間、2週間ぐらいの公演やるにしても、1日ぐらいは男性デーにしてくれたら、うんうん、我々も行きやすいですし。会議参加させてくれませんか。いいですか。あの交通費とかはもう自分らで払います。払いますから。ただ、まあ、イベント自体が結構大きな規模だったらやらないいただきたいなと思いますけど。はい、でもとにかく、まあ、そういう意味で言うと、ハロハロはやっぱり、うん、今やっとかなきゃいけないシングルだね。そうね。うん、あのダンスバージョンがエグいよこのダンス。うん、やっぱすごいんだよ。やっぱこういうのすごいんだよ。もうやってるあれが違うもんね。でもやっぱそれこそ体感っていう意味ではすごいしっかりしてるだろうし、やっぱレッスンのレベルも違うんだろうな、やっぱずっと。そうだね、うん、ここに哲学が入ってるからね、うん、パフォーマンスに。そうそう、だからこそああいう踊りでもそれなりのビシッとした形に見えるっていうね。いやだから全然いいんだけどさ、全然いいんだけど、なんかほらホストの人がパラパラとか踊るじゃん、はい、一緒にしちゃダメだよね。
たり前なんだけど、そうだね、それはそういうところの市場のものだからいいんだけど、やっぱりこれたちがやってることはもっとミュージカル感だよね、うんうん、もっとエンターテインメントだなって、ダンスエンターテインメントだね、うんうん、うわすげえな。今日はですね、スノーマン、はい、ハローハロー、はい、MV をみんなで一緒に見ようでした。はい、ありがとうございました。会議出させてください。お待ちしております。チャンネル登録、試食礼。